アメリカ流す未来です。終盤にかけて次第に力強さを増すプログラムです。2019年ぶりの競技会、どこまで仕上げられるか、はい、木下グループカップジャパンオープン2022チームノースアメリカ流す未来の演技から戦いが始まります。ウォーリアーズ、まず序盤は4つジャンプ構成が続きます。こらえてコンビネーションにしてきました。はい、いいですよ。ここはミスをしないということの方が大事です。はい、続いて予定では3連続です。トリプルルッツから、落ち着いて決めました。はい、トリプルループ。少し冒頭から回転のジャンプの回転数気になりますけれども、とにかく転倒しない、はい、これがキーになります。冒頭の山場、もう一本続きます。トリプルジャンプのコンビネーション、サルコーです。トリプルフリップに、フリップに変えてました、ね、はい、構成をアップさせてきました。はい、ここから高揚感だとか闘志を誘うようなビートの強いパートに入っていきます。この力強い音楽をどう表現するか。大好きなゲームであるリーグオブレジェンドの曲を使用したナンバーです。ジャンプが続きます。ここでコンビネーションです、はい、シークエンス、大技のジャンプはこれで全てクリアです、はい、さあここから長須さんの持ち味のエネルギッシュなスケート見せてほしい。予定とは変えてきました。さあ少し体力的に厳しいか。しかしながらあとはステップと一つのジャンプ。膝に手を置きます。この大会の直前に出場が決まりました。はい、彼女はもう引退してコーチ業をやっているので、はい、2、3日の調整でこの場に立っているという教育的なことをやっています。それでも手拍子が奮い立たせます。それでもジャンプ降りる。流す以来戦い抜きました。冒頭のジャンプから落ち着いてミスなくまとめてましたね。そうですね、まあね、もう回転不足は仕方ないんですけど、はいはい、そんなことはさまつなことなんですよ、大事なことはまとめるということで、それをやりきったということ、
冒頭のトリプルフリップ、そしてダブルトーループ。終始落ち着いてジャンプ飛んでましたね、はい3年ぶりとは思えない冷静さ、そして途中はトリプルループからのダブルアクセルシークエンスも入れてましたね、はい、今季はアクセルシークエンスジャンプの得点が 100% カウントされます、はい、そうしたルール改正の利点を生かしたジャンプ構成、チームノースアメリカ長須未来の得点は 100.88 です、はい、もうね、得点以上にこうした演技は次のスケーターに士気を高めるんですよ ね、そうですね、これが大事、はい、皆さんこれはチーム戦です、勇姿を見せました。